撮ってた。おはようございます。撮ってた。やばい。目覚めました。目覚め当たり前に死んでない。今からご飯をがっつり食べたいと思います。食べねえわ。はい、どうぞ。はい。顔むくんでる。え？顔むくんでる。いやいや、大丈夫。すっきりしてるよ。開かない。重いな。ひねると。ここは熱い。開かないらしいんですけど、はい、どうぞ。そんなたくさんいらん。こんな感じです。朝ごはん、誰かの好きな温泉玉、だし巻き玉を置きました。あとはカニのお味噌汁にしました。これはおかわりできるそうです。で、豚汁もあるので両方飲んでみてくださいってことでした。あとこんな感じですね。そんなになんか多いような気はしないけど、カレーのお味噌、小さい割にお肉厚で、はい、こんな感じで食べていきましょう。あいにくのね、曇りから雨なんですよね。雨降ってんのかな。ちょっと降ってるな。すごい。え？見てないよ。あ、そうなの。どんなサービス？今の晴れが嘘みたいな。月見えてたんですよ。夜すごい月見えてた。出た。私も見当たりがすごかった。だんだん結構入ってきてた。いるものがまだ大丈夫。はい。カレーまたひっくり返してね。はい。はい。オオカミ。卵いらんの？俺はね。こちらブヒブヒ。うるさいな。否定しないけど。うん、全然美味しい。カイトさん。ん？贅沢。カイトさん。はい。貝のずんだあえ。卵は卵全部いくわ。そうです。うん、はい、2杯目は豚汁にしてみました。見て、
豚肉が入ってます。でも豚肉結構でかいな。今のレンコン、レンコンとかなんか芋とか大根とか入ってない。違う、それは違う。あれ、豚汁って大根とか入ってなかったっけ。この間でも言ってたよ、人参。え、何入れますかみたいなラジオで。ああ、言ってたの。だから違うってこと。なんと温泉卵と思っていた卵は実はじゃじゃーん、生卵で。生卵だった。あ、それちょうだいね。ん、メニュー。お品書き。温泉卵がいい。ん？炊きたてご飯。選べるお味噌汁。あ、そうですね。カニと豚汁。カゴ盛りいっぱいありますね。これですね。だし巻き卵を食べました。あ、カレーが美味しかったですね。牛肉とソース、牛肉と千切り大根、ね、これもしぐれも美味しかったです。ちょっと味が濃い、濃い。そんなに食べて大丈夫？かけご飯卵かけご飯にするしかないという。いや、あんまりお腹いっぱいにならないから自分が食べない。はい、違う、最後のフルーツをいただきます。なんだろうね、これマンゴー、マンゴーとパインとブドウを食べます。海は向こう側なんですけど、海に向かって右側、あっちが北館、こっちは南館になります。で、南館は食事どころがあって、食事どころでのご飯になります。北館は多分食事どころないんですよね。なんで部屋食なんじゃないかなと思うんですけど、結局あの北館にお風呂があるんですけど、大浴場は入りませんでした。はい、めんどくさくて、ね、1ヶ月前にリニューアルしたらしくて、あの部屋とかもすごい新しくて、はい、綺麗で良かった。じゃあ帰りやろ。海まですごい近いけどね。はい、両方出たらこんな感じになります。何ですか、言ってくれないか。全部温泉だったんで、誰か温泉じゃないんじゃないかって言ってたけど、温泉でちゃんと。こっちが今日泊まった方の建物です。こっちがお風呂がある。で、北館です。北館と北と南。はい。で、海がすぐ。え？3階だ。あそこやっぱりほら、あ、見えるか。反射板になってないね。十分見えるよ。3階だろ。あそこだ。止まった。端っこ？向こうやってんじゃん。ほんまや。駐車場。え？あ、あそこはあれだ。洗う。寒いよ。いいよ。
わ、寒っ。あ、あれな、足洗う。あ、足洗うのちょっと気持ち悪い。はい。